ジャシンタ・マルトは、ポルトガルのファティマにおける、聖母出現の目撃者の一人で、カトリック教会の聖人である。同じく目撃者の一人で、カルメル海修道者として長命したルシアドス・サントスの十枚にあたり、2000年5月13日に、ローマ教皇、ヨハネ・パウロ二世によって、兄のフランシスコ・マルトと共に列服された。2017年5月13日に、 フランシスコによって劣勢。父はマニュエル・マルト、母はオリンピア・マルトで、当時のポルトガルでは典型的な素朴な少女で、無学ではあったが、カトリックの交渉伝統はよく知っており、重視のルシアと共に羊の番をして働いていた。ルシアの手記によれば、兄のフランシスコは穏やかな性格で、やや音楽的で、思索的な傾向があったのに対して、 ジャシンタは優しく、少し情緒的であった。彼女は甘い歌声と踊りの才能を持っていたが、ルシアやフランシスコと共に、ファティまでの聖母の出現を見るようになると、それら娯楽に供することが罪の機会になると考え、音楽も踊りも止めるようになった。こうした体験をするにつれての彼らの基本的な性格は共通点を持っている。兄のフランシスコは、 世界の罪のためにイエズス様を慰めたいと一人で祈ることを好むようになり、ジャシンタは聖母の三度目の出現時の地獄の恐ろしい原始の影響を非常に強く受けた。彼女は聖母が導いたとして委託意と償いを通して罪人の改心を願う必要を確信するようになった。三人の子供たち、中でもフランシスコとジャシンタは 厳しい苦行をその島で実践した。なお、ジャシンタの遺体は死後、1935年と1951年の二度に渡って掘り返されたが、顔の箇所は全く腐敗を免れていた。ジャシンタは兄と共に、1918年にヨーロッパを接見したスペイン風邪と呼ばれたインフルエンザにかかったが、二人とも何ヶ月もの間、生体配慮に預かり、 祈りの時を過ごすため、教会に通うことに固執し、天使に教えられたように地に頭をつけてひざまずいて、祈り続けた。兄のフランシスコは、病院での治療を断って、家で安らかに死に、一方、邪神家は延命のため、家族に無理やり連れて行かれ、入院した。病気は可能しろく膜炎に発展し、手術で、しかも無麻酔で2本のあばら骨を切断しなくてはいけなくなったが、 彼女は痛みに耐え続けた。心臓の状態から麻酔を全く使えず、すさまじい痛みに苦しんだが、彼女はそれを多くの罪人の償いのために捧げた。ジャシンタは苦しみながら、重子のリシアに隠れたイエスを迎えることができずに死ななければならないのでしょうかと嘆いたとされる。1920年2月19日、彼女は国会を聞いてくれていた病院所属の司祭に、 生体配慮と病者の問いをお願いした。翌日死ぬだろうから、と。しかし、被災は、病状は、決して深刻ではなく、翌日には回復しますよ、と答えた。次の日に、ジャシンタは亡くなった。彼女は、自分は一人で死ぬでしょう、と前から言っていたが、その通りの形で亡くなった。看護婦さえ、そばにはいなかった。ジャシンタとフランシスコは、 オーレンの共同墓地に埋葬されたが、現在では、ファティマのバジリカの中に改装されている。1946年中には、劣腹性癌が始まり、1935年と1951年の2度、ジャシンタの遺体は掘り起こされたが、顔の箇所は全く腐敗を免れていた。2000年5月13日、教皇庁の調査委員会は、ジャシンタと、 兄のフランシスコを副社であると宣言し、2017年5月13日には、成人であると宣言した。こうして彼女は、殉教者以外では最も幼い成人となった。証明したルシアはその電気の中で言っている。ジャシンタは、聖母の出現の他にも、多くの指摘刑事を得ていた、と。あるものは、群衆が外で見にくく叫び、窓からは、石が投げ込まれる中、 教皇が部屋で一人で祈っているというものであり、他にも邪神太は言及する。非常に大勢の人たちと一緒に汚れなき聖母のお心に祈る教皇様を見た、と。第三の秘密について尋ねられたルシアは、それらは非常に物悲しく苦しみに満ちた教皇様についてのまさに邪神太の言うようなものであった、と答えている。かわいそうなパパ様、 罪人のために起きの毒な。ルシアドス・サントスの手記によると、よく知られた、ファティマの公的出現とは別に、上述のように、ジャシンタ自身は、個人的に何度か、聖母や、近未来、あの世等を目撃している。初回は1917年夏であり、もうすぐ起こる、次の戦争とする、第二次世界大戦について、気にかけ、大勢の人が死に、 そのほとんどが死後地獄に落ちるともの思いに沈んだ。二回目は1918年10月で自身が一人で苦しんで死ぬことを予言し、一方で聖母が天国に連れて行く約束をしてくれたことに安堵した。また、聖母の無限在のお心を通じた新人がいかに大切か強調した。三度目は戦争、地獄、死罪と統治者。 キリスト教的徳について詳しく話し、戦争は世の罪に対する神の罰以外の何物でもないとして、もし人々が生き方を変えないなら、最初の罰がスペインに下されるであろうと予言し、それはスペイン内戦として実現した。また、他のどの罪より人を地獄に招いてしまうのは、肉欲の罪です。死後の地獄は一度そこに落ちたら永遠に抜けられず、 永遠の意味を理解したら人は自分の生き方を変えるために何でもするでしょう、と発言した。また、教会は流行と無関係です。私たちの主はいつでも同じですから、と流行を追う人々に警鐘を鳴らした。またたくさんの結婚が良い結婚でないので、主は喜ばれず、祝福されてもいない、とも言っている。公的出現中も1917年7月13日。 彼女は、ルシア、フランシスコと共に、聖母から、地獄の炎や、そこで燃えた炭火のように透き通った姿になって、絶望の叫びを上げながら、ただ不安定に、豪華の中を舞うだけの人や、悪魔の姿を見せられて、戦慄し、しばしば話題にしていた。こうした地獄のビジョンは、ファティマの三つの啓事のうちの第一部分とされる。1920年、闘病の最中9歳になる。 直前の彼女は12歳であったルシアドス・サントスとイエスと聖母の信人について議論し、下記のように言っている。もうすぐ私は天国に行きます。あなたはここに残って、世界にマリア様の汚れなきお心の信人を広める神様の望みを知らせることになります。あなたがこれを話す時が来たら逃げ隠れしてはいけません。神様はそのお恵みを マリア様の汚れなきお心を通じて私たちにくださること。人々はマリア様の助けを願うべきであること。イエス様の精神はマリア様のお心もご自分と同様に尊敬されることを望んでいらっしゃること。人々はマリア様の汚れなきお心から平和を祈り求めなければならないということ。これらをみんなに伝えなさい。神様はマリア様に世界の平和を お湯種になったのだから、私の胸の中でも得ている、この炎を、みんなの心に分けてあげたい。イエス様の精神と、マリア様の汚れなきお心をこんなに愛することが、できるようになる、この炎を。ジョン・ハードン編、カトリック小辞典、エンデルレ書展、1986年、ピアニッシモ、260から261ロイター、リスボン、2005年2月14日。 ルチア・サントス、メモアールに、p 九十四インファティマイン・ルチア、S ・オ・ウーアーズ、プレセズ・ジェイ・シンター・アンド・フランシスコ、ファイナルゼーション・オブ・カナナゼーション・プロセス・イズニアス、ファティマ・ネットワーク、二千六点九六ルシアの手記五十ページより。エ Detailed Account of the Lives, LNS Nesses スチルドレン s c h i l d r e マルキ、ジョン、ザ・トゥルー・ストーリー・オブ・ファティマ、1950エディション、エンタイア・テキスト、オンライン、ハット・レオ・マジガン、2003、ザ・チルドレン・オブ・ファティマ、オブ、プレスページ271、オン・セプテンバー12、1935、ザ・モータル・リ・メインズ・オブ・ジェイ・シンタ、フーダイ・ドイン1920、ワー・エックス・ムド、ハー・フェイス・ワズ・ファウンド・ツービー・インカープット、サリンオ、ルイス・ファティマ、 A メッセージもアージェントザ t エ h a n ピコグラム 97today, the remnants フランシスコジェイシンタレストアットザバシリカオブファタマピコグラム99ジェイシンタ sreburialphotoscuelacima.compagesfound2010 S a、L P h o、t 年5月13日ジョン・デ・マルキ i, imc ザクルセドオブファタマ p.j. ケネディサンズニューヨーク ,1948 ページ92アントニオアウグストボレッリマシャドチョ奈良焼人役ファチマの聖母踏まねびて研究会ピアニッシモ60から68アントニオアウグストボレッリマシャドチョ奈良焼人役ファチマの聖母踏まねびて研究会ピアニッシモ40から43ザチジュドレーン・オブ・ファティマブレズド・フランシスコ ブレスド・ジェイシン・タマート・バイレオ・マジガン2003オブ、プレスページ248。ありがとうございます。